はい、ドクターテニスラボの中島です。今回はですね、ドクターテニスラボってどんなサークルなのっていう質問をいただきましたので、その質問に対して回答していきたいと思います。まあ、ドクターテニスラボってサークルですかとか、ドクターテニスラボの参加者ってどんな方がいるんですかとか、どんな、練習内容なんですかというような、質問問い合わせがあったので、今回はドクターテニスラボの紹介ということで動画を作りましたので見ていただけたらと思います。ドクターテニスラボは大阪で活動しているテニスサークルです。参加者の方からはドクテニの愛称で呼ばれており、さまざまな練習会を開催しているため、初心者から上級者、ジュニアの現役選手などとても幅広い層が参加しています。ドクターテニスラボの練習は大きく分けて、定期練習会、不定期練習会の2つに分かれます。定期練習会は月曜にシングルス練習会、火曜日にテーマ別練習会、金曜日にダブルス練習会を行っており、不定期練習会は土日や平日の昼間など大阪府下のコートを中心に活動しています。それでは定期練習会の内容について簡単に紹介したいと思います。毎週月曜日20時22時でやっているシングルス練習会は、参加者同士が競い合い、刺激し合いながら強くなる練習メニューを考えており、勝つために必要なメンタルを鍛えることも重視した実践的な練習を行っています。シングルスをやったことはないけど挑戦したい方、シングルスで勝ちたい方、このサークルの代表である中島太一に挑みたい方など、ぜひ一度参加してみてください。またこの練習会の前、19時20時でシングルス強化練習会とラリー力アップ練習会というものも行っています。興味のある方はこちらの練習会にも参加してみてください。毎週火曜日19時21時もしくは20時22時で活動しているテーマ別練習会は、ラリー力アップ、ストローク、ネットプレー、サーブリターン、ゲーム形式など、毎週テーマを決め、そのテーマに沿った練習会を行います。実践を意識しつつ、より多く球数を打つことを重視した練習会になっていますので、がっつり練習したい方におすすめです。ぜひ一度参加してみてください。毎週金曜日20時22時で活動しているダブルス練習会は、試合で勝つことを目的としたダブルスに特化した練習会です。参加者同士が競い合い、刺激し合いながら強くなるためのメニューを考えており、より実践的な練習を行っています。ペアでの参加も一人での参加も可能です。勝ちたい方はぜひ参加してみてください。またこの練習会の前の時間、19時20時でネットプレー&サーブ練習会というものも行っています。興味のある方はこちらの練習会にも参加してみてください。以上が定期練習会の内容になります。いずれも試合で勝つこと、強くなることを目的としていますので、勝ちたい、強くなりたいと思う方はぜひ一度練習会に参加してみてください。初心者から現役選手まで幅広いレベル、ジュニアからシニアまで幅広い年層が参加しています。参加者の年齢やレベルは問いません。ただ一つ、ドクターテニスラボの練習会に参加するにあたり大切なのはテニス熱です。強くなりたい、勝ちたい、上達したい、負けたくない、そういった思いを持ったテニスに対する熱量の高い方が集まっています。とにかく練習がしたい、試合で勝ちたい、強くなりたい、この思いに共感できる方はぜひ一度ドクテニの練習会に参加してみてください。きっと強くなるきっかけをつかめるはずです。お待ちしております。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録並びに高評価よろしくお願いします。公式 LINE、 YouTube のコメント欄にて質問を随時募集しています。詳しくは概要欄をご覧ください。